はい、こんにちは、116インズです。ちょっと3日前の話題でちょっと申し訳ないんですけれども、レイズのブレイクスネルと、あとヤンキースのアーロンジャッジがですね、インスタライブを先日開きまして、で、まあインスタライブ自体はまあ12分ぐらいの、まあちょっと短めのものだったんですけれども、まあ結構たわいもない話をしていて、まあゲームの話ですとか、まああとはまあスネルがですね、ジャッジに対して打席に立つときどういう球狙ってんのとか聞いたりとか、まあ結構いろいろなこと話してて、まあ普段はですね、まあ両チーム、まあ同じアメリカンリーグ東地区に所属しているチームですけれども、まあ相手球団同士の二人がですね、まあこうやって仲良く会話している姿、見てて面白いなと思ったんですけれども、まあその中でですね、最後の方でスネルとジャッジがですね、ある賭けに合意したんですね。で、その賭けの内容がもうちょっと大丈夫かこれっていう感じの内容でしたんで、まあ、ちょっと今回ですね、それについて話していければなと思います。で、その賭けの内容なんですけれども、まあ、これスネルが持ちかけたんですけれども、来シーズンレイズとヤンキースどっちのチームがより多く勝てるかっていうところを、まあ、賭けようとスネルが提案したんですね。で、賭けに負けた側は、まあ、勝った側の好きなチャリティに対して、5000ドルを寄付するっていうのは、まあ、どうだろうかっていう提案をスネルがしたんですね。で、このスネルの提案に対して、まあ、ジャッジはですね、まあ、乗ったと。まあ、昨年ヤンキースはアメリカンリーグ東地区を優勝しているチームですし、まあ、順当に行けば来シーズンも、まあ、ヤンキースが地区優勝の筆頭候補であることは間違いないので、まあ、ジャッジがこの賭けに乗ってくるっていうのは、まあ、全然おかしいことではないですし、多分ここ10年ぐらいで考えてもレイズがヤンキースの戦績を上回ったってことはほとんどないと思うんですけれども、かなりですね、ヤンキース側に分のある賭けだとは思うんですけれども、ただそもそもこれって野球賭博に該当するんじゃないのかっていう、まあ、話がちょっとあるんですね。で、MLB の規則で野球賭博を禁止する条項が、まあ、第21条の D の2っていうところにあるんですけれども、まあ、ちょっとこの訳が正しいかちょっと怪しいと思うんですけれども、まあ、意訳としては、まあ、少なくともこう、選手だったり、まあ、審判だったり、あとはまあ、球団だったり、リーグの役職員っていうところが、賭けに参加してはいけないっていうところが、まあ、明確に記載されていて、で、参加した人たちは、まあ、当然、永久失格処分になるっていうふうに、まあ、ルールとしてなってるわけなんですけれども、まあ、いい例はピート・ローズですよね。まあ皆さんご存知の通り、ローズは監督在任中に野球賭博に関わったとして、まあMLB から永久失格処分を受けて、で、未だに復帰っていうところが果たせていないわけなんですけれども、まああとはですね、まあ日本でも何年か前に巨人の選手たちが野球賭博に関わったということで、関わった選手たちが未だに永久失格処分を受けているところでありますけれども、まあそれぐらいですね、野球界において野球賭博っていうのはまあご法度な行為なわけですよね。で、今回のスネルの提案に関しても、一応野球チームの勝敗で金銭がまあ動くわけですから、まあ厳密にこのルールを読み込めば、まあ、スネルのまあ賭けっていうところもちょっとアウトに近いのかなという感じがしますよね。ただじゃあ実際にスネルとジャッジが今回の件で処分を受けるのかって言われると、まあさすがに今回は可能性は低いかなという感じがしますね。まあ、スネルの発言からも明白ではあるんですけれども、まあ、今回の賭けは、まあ、チャリティが目的っていうところですし、また、その賭けの結果によって、まあ、スネルだったり、ジャッジが、まあ、利益を得るわけでもないわけですから、まあ、さすがにですね、今回の件でこの二人が処分を受けるってことは、まあ、ないとは思うんですけれども、まあ、ただちょっと野球賭博に近い行為では確かにありますので、まあ、もしかしたら MLB から何らか注意を受ける可能性はあるのかなっていうぐらいですかね。まあ、個人的には提案自体は面白いなとは思ってまして、もちろんその野球賭博を肯定するつもりは一切ないんですけれども、まあ、共にアメリカンリーグ東地区の優勝候補である2チームの選手たちが、まあ、こうやってですね、シーズン前にこうバチバチやり合ってですね、まあ、スネル側からこの提案持ちかけているわけですから、まあ、スネルとしてはレイズの方がヤンキースよりも強いと、まあ、要するに思っているというところも絶対あると思いますので、まあ、そういったところでですね、こうやってこう、レイズの選手がヤンキースを煽って、で、逆に煽られたジャッジもですね、俺たち自分のチーム信じてからとこう突っ跳ねるって感じのこう構図もなんかこう個人的にはいいなと思ってて、でしかも賭けに勝ったからといって別に5000ドルがチャリティーに行くだけなんで、まあ、誰も損しないわけですよね。まあ、チームの勝ち星で決めようとしたのはちょっとまずかったかもしれないですけれども、まあ、何らかこう別の方法で決めるんだったらなんか全然面白い提案かなと思いましたね。まあなんでしょうね。まあブレイクスネル結構 MLB ザショーとか得意らしいんで、まあゲームで決めるとかでもまあ面白かったかもしれませんね。ということで今回ちょっと短めなんですけれども、動画は以上となります。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。